1978年11月7日に生まれ、神奈川県横浜市のご出身。人気が高い長瀬智也さん。1994年9月21日、TOKIO のボーカルとしてデビューした長瀬智也さん。以来、グループの顔として音楽活動や俳優活動、バラエティ番組において圧倒的な存在感を発揮してきました。中でも音楽活動については、自身で作詞、作曲、編曲を手掛けるなど、グループ最年少でありながら常に先頭に立って、メンバーを引っ張っていました。そんな順風満帆かのように思われていた最中、突如としてある危機が TOKIO を襲います。それはメンバーである山口達也さんの脱退です。2018年4月、山口さんは当時番組で、共演していた未成年の女性に対する強制わいせつ容疑で、書類送検されています。さらに翌月にはグループを脱退し、事務所を退所しました。この事態により、TOKIO は音楽活動を休止せざるを得ない状況に陥ってしまったのです。そのため、誰よりも音楽に対する思いが強かった長瀬さんは、音楽活動ができないという状態に徐々に不満を募らせていったのでしょう。長瀬さんはあくまでも5人の音にこだわっていました。山口さんがいなければ TOKIO の音楽は成立しない。そう考えていたのではないでしょうか。音楽をやりたいのにできない、そんな状況の中でも、TOKIO の音楽に対する情熱を捨てなかった長瀬さん。そのつもりに積もった思いが爆発し、事務所の退所を決意したのでしょう。多種多様な才能を兼ね備えている長瀬さんですが、退所後は一体どのような活動をしていくのか、気になっている人も多いのではないでしょうか。退所後の活動内容としては、他事務所に属することはせず、裏方としてゼロから新しい仕事の形を作り上げていく、とのことです。これまでの輝かしい姿を見てきたからこそ、裏方に回るのはもったいないと思ってしまいますね。しかしながら、長瀬さんは事務所を退所し、裏方に回ると発表したものの、引退という言葉は発していません。そのため、いつになるのかはわかりませんが、長瀬さんの活躍を再び目にする日がやってくるのではないでしょうか。実際にファンクラブ会員専用サイトにて、引退ではないことを示唆するかのようなことを述べています。またどこかでお会いできるよう邁進するだけです。きっと長瀬さんの心の中に、引退という文字はなく、次なるステージへの通過点に過ぎないと考えているのでしょう。男性人気が高いだけでなく、もちろん多くの女性からも好かれています。その証拠に長瀬智也さんがこれまでに熱愛の噂が出た女性は大物ばかり。歌姫に音楽家、女優、そして長身モデルまで。長瀬智也さんの歴代彼女を振り返ってみましょう。長瀬智也さんの歴代彼女と言って真っ先に、浜崎あゆみさんを思い浮かべる人は多いでしょう。二人が出会ったのは1993年。当時、女優として活動していた浜崎あゆみさんと長瀬智也さんは、ドラマ、ツインズ教師で共演。二人の交際が明らかとなったのは、それから8年後の2001年。長瀬智也さんが突如、交際宣言をしたのです。浜崎あゆみさんは、良いお付き合いをさせていただいています。私一人の問題ではなく、相手の方がいる話なので、お話しすることはできないです。と語り交際していることは明言しませんでした。ですが多くの報道陣が待ち構える中、ハワイから手をつないで帰国したり、お揃いのタトゥーを入れるなど二人の交際は確実。二人は同棲までしていたことから結婚は秒読みと言われていました。ジャニーズ所属タレントが堂々と宣言する時点で異例なだけに、確かに誰もがそう思うでしょう。そんな二人ですが突然破局。破局について長瀬さんは多くを語っていません。ちなみに気になるのは、若気の至りで入れてしまったお揃いのタトゥー。実は二人合わせると A の文字が、中に入ったハート型が完成するようです。これは、あゆの A なのでしょうか。浜崎あゆみさんは2020年に入っても、このタトゥーを消していない模様です。その理由は除去が痛いからなのか。まだ何らかの思いがあるからなのか、謎が深まりますね。日本で一番可愛いとも言われる新垣結衣さん。長瀬智也さんはそんな新垣結衣さんとも熱愛の噂がありました。2006年のドラマ、マイボスマイヒーローで共演した二人。浜崎あゆみさんと別れる少し前ですね。一見するとお似合いにも思えますが、二人が交際しているという事実はありません。ドラマのファンが長瀬智也さんと新垣結衣さんが交際しているという噂を流したようです。ただし、共演しただけで交際が噂されるのであれば、戸田恵梨香さんや中島美嘉さんなど、
様々な女優さんも入ってくることになってしまいますね。他にも、AKB48 時代の島崎遥さんが、番組中でご本人を目の前に、かっこいいと堂々と伝えたことがありました。年齢差があるとはいえ、アイドルからジャニーズへの告白もまた、異例ですね。これもいわば、みんなが大好きな長瀬智也さんだから、許されたのかもしれません。ちなみに、作中における中村七之助さんのファーストキスのお相手も、長瀬智也さんでした。もちろん、演出ではありますが、ある意味、長瀬智也さんの輝かしい共演歴の一部ではないでしょうか。長瀬智也さんと相武咲さんの交際が始まったのは2007年。出会ったのはドラマ、歌姫での共演でした。たびたびデートが報じられていた二人。交際期間も長期にわたっていたことから結婚秒読みと言われていました。ところが2012年に破局。破局の原因は長瀬智也さんのタトゥーだと言われています。元カノである浜崎あゆみさんとお揃いで入れたタトゥー。相武咲さんからすれば不快だったのは間違いありません。タトゥーを消すと言っているにもかかわらずなかなか消さない長瀬智也さんに、相武咲さんが愛想を尽かしたと言われています。その一方で相武咲さんが、見た目によらず肉食女子だったことが破局原因という情報もあります。どちらが原因で破局してしまったのか、真相は二人にしかわかりません。これまでに多くの有名芸能人と熱愛が噂された長瀬智也さん。2014年に新たな恋人と報じられたのが、東京芸術大学出身のバイオリニスト東山加奈子さんです。音楽番組で共演したお二人は、互いの両親にも挨拶を済ませていたと言われています。ここでも結婚秒読みとは、長瀬智也さんの真面目さ、熱さが伝わってきますね。ところが、長瀬智也さんと東山加奈子さんは破局してしまいました。またしてもかという感じですが、破局理由が最も謎のベールに包まれているのもこの恋です。一応、東山加奈子さんの方から別れ話をしたと噂されています。そして、結果的に、東山加奈子さんは2016年に別の男性と結婚されました。相手の男性は一般人ということで氏名は公表されていませんが、チェロの演奏者だそうです。同じ演奏家と結婚していることから、東山加奈子さんは、長瀬智也さんとは住む世界が違うと思ってしまったのかもしれませんね。これまで、実名の芸能人のみだった長瀬智也さんの恋愛模様。しかし、女性セブン2021年1月 7.14 日号のネット版では、新たな女性 A 子さんの存在が明らかになりました。長身かつ、エキゾチックな後尊顔だというこちらは、20代のモデルとのことです。これは、ジャニーズ退所後、結婚かと期待が膨らみますね。ところが、それも実現しない模様です。一時は、結婚を見据えていたそうですが、まずは長瀬智也さんの行動に納得できなかった模様です。記述のように、これまでどんな大物とお付き合いしても、どう踊り地としていた長瀬智也さん。ただ、A子さんとの場合だけ、その存在を隠し、外に出ることは稀だったと言います。この差は、ジェラシーを覚えても仕方ないかもしれません。ですが、これは、長瀬智也さんではなく、タイミングが悪かったというのが、もはや事実でしょう。長瀬智也さんは、ジャニーズ退所後、しばらく裏方に回る予定です。そのナイーブな時に、余計なスキャンダルは取られたくないということでした。A子さんには、分かってあげてほしい部分ですね。けれども、壁はこれだけではなく、長瀬智也さんの真面目さも破談の一端になったようです。タレントではなく、裏方に回るということの不安定さ。将来の見通しがつかない状況で、最終的には、結婚など現状ではできないという決断に至ったとのことでした。これも、彼女のことを思うがゆえの長瀬智也らしいものですね。今までにたくさんのものを作り上げてきた時を、今後はどのような活躍を見せてくれるのか期待しましょう。そして、長瀬さんが再び表舞台に戻ってきたその時には、株式会社 TOKIO とのコラボレーションを見てみたいですね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。